真剣に精神集中してんな。チャオズのこと伝えてけんど、どうしたもんかな。天津飯、いいか？孫か、どうした？そうか、本当によかった。これでますます試合に集中できんな。あタオパイパイと戦うわ、怖えんか？タオパイパイ様は俺に戦い方を教えてくれたもう一人の師だからな。だが今回のことはどうしても許せん。チャオスは俺をずっと支えてくれたんだ。必ずこの手で。チャオス、少し休憩するとしよう。僕はまだやれる。天さん。しかし。僕、天さんの役に立ちたい。一緒に強くなりたい。やっとるな。鶴仙人様。久しいな。天津飯にチャオズだったか。タオパイパイ様、今日はお前を徹底的に鍛えてやろうと思ってな、こやつに来てもらったのだ。普段ならば金を請求するところだがな、可愛い弟子のためなら仕方ない。 ありがとうございます。ではさっさと準備をしろ。私の1分1秒はお前たちの時間より貴重なのだ。はい。天さん、あのタオパイパイ様が手合わせをしてくれるとはな。殺し屋になるための大きな一歩だ。では始め。よろしくお願いします。ふん、構えだけは一人前だな。さて、遊んでやるとするか。実力のほどを見せてもらおうか。本気で打ち込んでくるがいい。はい。はっ。はっ。はっ。タオパイパイ様が相手でも俺の攻撃は通用している。やるではないか。攻撃の鋭さ、身の守り、足の使い方、どれもかなりのものと言っていいだろう。この程度。その通りだ。この程度で倒れてもらっては困る。やだか。少し遊ぶか。せや。重要戦。今だ。
貴様の技をもっと見せてもらおうか。もっと打ち込んでくるがいい。はい、少し遊ぶか。これどうした。まさかこれ式で降参というわけではあるまいな。まだまだ俺はやれますよ。少し遊ぶか。のほどを見せてもらおうか。本気で打ち込んでくるのはいい。はい、ずっとこうか。ちょっとこうか。とうか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 。少し遊ぶか。パイパイ様が相手でも俺の攻撃は通用している。やるではないか。攻撃の鋭さと身の守り、死の使い方、どれもかなりのものと言っていいだろう。ひこうあっさっやるぞ。どこかがみろだ。どこかどこかどこかあっ今貴様の技をもっと見せてもらおうか。もっと打ち込んでくるがいい。はい、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 はその通りだ。この程度で倒れてもらっては困る。少し遊ぶか。少し遊ぶか。せや。大サービスで攻撃をさせてやっているのだ。私をがっかりさせるな。もっと貴様の力を見せてみろ。今だ。いやしていたわけではないのか。0点だな。確かに武道は最低限身についている。だが貴様には決定的に足りていないものがある。優勢に攻めさせてやったのになぜとどめを刺さん。その拳は何だ。人を殺すためにあるのではないのか。
しかし、タオパイパイ様相手に。甘い。貴様の心は軟弱そのものだ。誰であれ、始末する心がないのなら殺し屋にはなれん。よかろう、せっかくの機会だ。わし直々に貴様の心を鍛え直してやる。徹底的にな。立て、この程度で終わると思うな。甘すぎる。貴様にはさっきが足らん。それではいつまで経っても殺し屋にはなれんぞ。いつまで寝ている。さあ立て、私を殺す気でかかってこい。さもなくは貴様が死ぬぞ。もうやめて。チャオズ、勝手なことをするな。テンさん、もうボロボロ動けない。ふん、なるほど、貴様が天津藩を甘やかしているのだな。お前がいてはいつまでたってもこいつは成長できん。この私が消しておいてやろう。メロ。ん？上手に手を出すな。テンさん。上手から噛まれてください。ほう、一発の殺気を出せるではないか。そうだ、それでいい。だが、この私に殺気を向けた、その報いは受けてもらうぞ。ダダンパー！ヘンさん！せいぜい強くなれ。もっとも、並大抵の鍛錬では私の息に達することはできんがな。よかった、気がついた。上手、タオパイパイ様は鶴仙人様と一緒に町に降りていった。そうか、全くかなわなかった。俺は今まで何を。ごめんなさい。どうした。僕がテンさんの邪魔をしてる。僕がテンさんの足を引っ張ってる。僕はもうここからいなくなった方がいいかも。タオパイパイ様が言っていたことを気にしているのか。うん。だったらそれは見当違いだ。足を引っ張っているどころか、俺はチャオズに助けられている。でも僕はテンさんより弱いし、修行の役に立っていない。俺をこうして解放してくれるのはお前だけだ。お前が修行に付き合ってくれているから俺は強くなれる。いなくてはならない存在なんだ、お前は。俺がタオパイパイ様にかなわなかったことは関係ない。俺が弱かっただけだ。だから気にしないでくれ。ありがとう、ケンさん。それはこっちのセリフだ。おお、一発の殺気を出せるではないか。そうだ、それでいい。殺し屋には殺気が必要。それはその通りだ。俺は殺し屋になるために日々修行を重ねてきたんだ。だが、僕、天さんの役に立ちたい。一緒に強くなりたい。ジャースと共に技を鍛えることに喜びを感じていることも事実。それは殺気を伴うものではない、武道家としての純粋な手応え。
俺の夢は殺し屋になることだ。だがもしチャオズと共に武道家の道を。バカなこと、何を考えているんだ俺は。そんなことは万が一にもありえん。俺は殺し屋になるんだ。天さん大丈夫？もう十分休んだ。修行しよう。手伝ってくれるな。うん。結局俺は殺し屋にならず武道家の道を選択した。もちろん無天老師様やお前たちがいてくれたおかげだが、俺にとってはチャオズの存在がとても大きかったのだ。だからこそ殺し屋の道を歩んでいるタオパイパイ様にチャオズが倒されたことが悔しくてな。チャオズの仇は俺の手で必ず取らねば。けどさ、そんなに力まねでもおめえの方がタオパイパイよかずっと上だ。そんなこと本当はおめえも分かってんだろ。さあな、試合に絶対はないからな。どちらが勝ち残るかはまだ分からん。なことねえさ、おめえあんなやつに絶対に負けねえ。まさかお前に励まされるとはな。そういうことなら順当に勝ち進んで遠慮なく2連覇させてもらうとするか。あ、そうはさせねえぞ。今度はオラが勝つ。お前の方こそ初戦でドジを踏むなよ。お前と戦うことを楽しみにしているんだからな。頑張りよ、天津飯。天津飯ならタオパイパイに負けるわけねえ。よし、力湧いてきたぞ。お久しぶりですね、孫悟空さん。ずいぶん大きく成長なされて驚きましたよ。今回も無事に予選を通過したようで、ってあなたには無駄な心配でしたね。
お仲間もほとんどの方が本戦に進まれて、いや本当にさすがの一言です。ぜひぜひ今回も盛り上げてくださいね。おっと、話が長すぎましたね。そろそろ本戦開始ですけど、準備の方は大丈夫でしょうか？なるほど、やる気十分のご様子。ではこのままお待ちください。盛り上がっていきましょう。ご来場の皆様、大変長らくお待たせしました。ただいまより第23回天下一武道会を始めます。第1試合はタオパイパイ選手と前回の優勝者天津飯選手の対決です。では両選手どうぞ。目に物見せてやれ。安心しろ、とりあえず殺しはせん。試合では半殺しにしてやるだけだ。貴様と悟空は私が優勝した後でじっくり料理してやる。それでは第1試合始めてください。選手の攻撃がタオパイパイ選手に入りました。覚悟はできているな。天津飯よ、覚えているか。かつて私がお前を鍛えてやったことを。この意味がわかるか。貴様はあの時よりも地獄を見るということだ。観客どもの前で優雅な姿を晒すがよい。残念ですが、そのようなことにはなりません。天津飯選手の戦いは青パイパイ選手の天津飯初出場の選手であります。プロフィールなどは不明ですが、風貌から見ドラマのではない様子が十分伝わってきます。少しはどうだ、苦しかろう。青パイパイ、これがあなたの力なんですか。チッ、少しはそのか。大会中に真っ向勝負を挑むつもりですが、日本が戦っている天津飯選手は前回の関係者の中で優勝した猛者であります。なぜチャオズはあのような目に。もっとやりようがあったでしょう。なるほど、さすがにあれから少しは上達したようだな。私の力はこの程度だと思うなよ。私はまだ本気を出しておらんのだからな。ダウンです。天津飯選手ダウンしました。ワン、ツー、スリー。少し遊ぶか。選手の攻撃が青パイパイ選手に入りました。少し遊ぶか。これはすごい。天津飯選手のドアの外は決まります。天津飯選手逆に攻撃を決めていきます。いやこれはすごい。天津飯選手のドアの攻めが決まりました。天津飯選手の攻めが止まらなくて攻撃をパイパイ選手変わりません。チョア、気合を入れました。真っ向勝負を挑むつもりです。ここまでにしましょう。勝負はほぼ決まりました。まさかこんなことが。タオパイパイ様、チャオズにしたことは忘れます。もうやめてください。私はあなたが考えているより強くなりすぎてしまったのです。ふざけるな。私に戦い方を教えてくださったのは鶴仙人様とあなたです。無様な負け方をさせたくありません。退場してください。貴様、
この私をコケにするか。反則です。武器の使用は固く禁じられております。この勝負、天津飯選手の勝ち。うるさい、もう試合などどうでもよい。武道家としての誇りもなくしてしまったのですか。偉くなったもんだな。せいぜい補作がいい。その口も今に聞けなくなる。とっておきの兵器スーパードドンパで貴様は死ぬのだからな。セットしたぞ。これでどんなに逃げようとスーパードドンパがどこまでも追ってゆく。このサイボーグタオパイパイ様を見くびったのが運の尽きだ。さあやれ、やってみろ。地獄に行ってから後悔せい。スーパードドンパーかー。バカな、そんなバカな。気合だけでスーパードドンパーをかき消して。あっ、が。なんだ。数日は目が覚めないでしょう。連れて帰ってください。そして二度と我々の前に姿を現さないでください。お願いします。この恩知らずめ、貴様、ろくな死に方はせんぞ。やったな。ああ。参ったな。ちょっと強すぎますよね。ええ。大変なハプニングがありましたが、続いて第2試合に行きたいと思います。選手の準備が整い次第始めますので、しばらくお待ちください。よし、次はオラの番だ。相手はあの可愛い子ちゃんだろ。くー、いいな。また言ってんのかよ。やれやれ、悟空。分かってると思うが、準備ができたらスタッフに連絡しろよ。あ。やっ。あ。さすが天津飯だったな。この前の天下一武道会よか、さらに強くなってたぞ。さてと、オラも天津飯に続かねえとな。お前に勝つために修行した結果が出たまでのことだ。やはり鶴仙流の教えは正しくなかったということだろうな。お次は第二試合ですね。準備はよろしいでしょうか。わかりました。それでは第二試合を開始します。それでは第2試合を開始します。なんかおめえいつも怒ってんな。なんでだ。自分の胸さ聞いてみれ。い両選手の入場です。第2試合は前大会で惜しくも優勝を逃した孫悟空選手と、女性でありながら堂々と予選を勝ち抜いた匿名希望選手です。
匿名希望選手は訳あって本名を明かせないそうなので、こう呼ばせていただくことにしました。どうもわかんねえな。おめえオラのこと誰かと間違えてねえか。間違えてねえ。おめえ孫悟空だろ。そうだけど、けどオラおめえのこと知らねえんだよな。むかー、まだ言うだか。始めますよ。よろしいですね。それでは第2試合始めてください。ほら、おめえに会ったことあった。ある。本当か。いつ。ほら見れ、何もかも忘れちまってっから。お腹立ててるだよ。乙女の頃も知らねえでよ。約束も忘れちまってだか。約束。約束ってオラが。おめえとなんて約束したんだ。オラのことお嫁にもらってくれるって。え？お嫁。ん？ふん、今頃やっと思い出したようだべ。クリリン、お嫁ってなんだ？教えてくれ。バカ野郎、お嫁にもらうってのは結婚するってことだよ。夫婦になってずっと一緒に暮らすんだぞ。悟空、それ知ってて約束したのか。一緒に暮らす。おめえとかほら、そんな約束したか。一体誰なんだ。頼むから教えてくれ。はっ、しょうがねえ。オラに勝ったら教えてやるだよ。ほんとか。いがった。オラ名前も知らねえやつとずっと一緒に暮らさなきゃなんねえのかと思っちゃったよ。へっ、もう勝った気でいるだか。じゃ、行くかな。覚悟しろよ。やれるもんならやってみるだよ。いけねえ、やりすぎちまったかな。場外。孫悟空選手の勝ちです。今のは一体何もしていないのに。何もしとらんことはないぞよ。悟空は凄まじい勢いで拳を繰り出したはずじゃ。その時に生じた衝撃波のようなもので、あの子は避ける間もなく吹き飛んだ。おい、しっかりしろ。大丈夫か。さすがだべ。やっぱオラが旦那にと決めた男だけあるだよ。なあ、教えてくれ。おめえ誰なんだ。まだわかんねえだか。オラ、牛魔王の娘の父だよ。父。ああ、そうか。父、お嫁に。オラたち、もうちょっと大きくなったら嫁にもらいに来てくれな。ん？何くれるって。やんな、わかってるくせに。なんかよう分からんけど、くれるもんならもらいに来っぞ。ああ、思い出したぞ。いた。オラ確かに嫁もらいに来るって言った。やっと思い出しただか。そっか、オラ嫁って食い物のことだとばっか思ってたのに。ま、いっか、約束しちゃったもんな。じゃ、結婚すっか。んだ。おっと、なんとなんと孫選手、結婚してしまいました。くっつくなって、歩きにくいじゃねえか。夫婦ってこういうもんだべさ。なんとあの悟空が結婚してしまった。唖然とする仲間たちをよそに、天下一武道会は
大盛り上がりで進行していく。第三試合に登場したのはクリリン。彼と対戦したのはピッコロ大魔王の生まれ変わりであるマジュニアであった。ザコめ、鍛え抜かれた技を持ってクリリンはマジュニア相手に善戦するが、マジュニアの技量はさらに上を行っており、反撃を受けたクリリンは敗退してしまう。ダメだ、参った。そして続く第4試合、登場したのはヤムチャと、まるで素人のような見た目のシェンであった。どうもどうも。あっさりと勝負が決すると思われたが、シェンは隠された実力を発揮し、ヤムチャは後手に回る。シェンがヤムチャを上回るのは当然であった。なぜなら彼の正体は神様だったのである。シェン選手、シェン、そうか、やっぱあのちゃん神様だ。神様の圧倒的な武に対し、ヤムチャは持てる力を振り絞るも力及ばず、あえなく敗退。そうしてここに準決勝を戦う4人が出揃った。悟空、天津飯、マジュニア、シェン。天下一の座につくのは果たして。続く白熱の試合、天下一武道会の勝者は誰だ。さあ、大激戦の末ベスト4が決まり、いよいよこれより準決勝戦へと突入いたします。準決勝最初の試合は天津飯選手対孫悟空選手です。この2人は前大会で凄まじい決勝戦の末にわずかに天津飯選手が勝り優勝しております。果たして今大会ではどうなるでしょうか。よし、さてと、いつやってくっか。頑張るだよ悟空さん。お、次は準決勝第一試合です。孫悟空選手、準備はよろしいですか。わかりました、それでは頑張ってください。さあ、準備が整ったようです。それでは2人に入場してもらいましょう。
初めから飛ばしていくつもりだろ。もちろんだ。見せてもらおうか、修行の成果。では天下一武道会準決勝、第始めてください。俺はこの時をずっと待っていたんだ。前の天下一武道会は確かに俺が勝利した。だがあれは運が良かっただけだ。今回は運ではなく実力で、はっきりとお前より上に行ってる。なかなか勝てんな。運も実力のうちだろ。でもおめでとう。オラも楽しみにしてたんだ。この手でどれだけ強くなったか気になるもんな。その通り、遠慮なしでやらせてもらう。天心の選手と孫悟空選手は3年前の団体地方会で決勝戦を行った大騒ぎであります。果たして今回はどちらが勝利するのか、はっきり言って結末が全く予想できません。孫選手の攻撃に備え、天心半選手ガードの姿勢です。やばい、あの頃より技の切れが数段上がってる。修行だったね。だが修行したのはお前だけではない。俺だけ厳しい修行を続けてきた。この勝負大事にかけて絶対に負けん。今はもうトリッキーな攻撃でしょうか。孫選手の弾丸突破。ほっよっほっ体力孫選手防御しました。それに対し天心孫選手どう動くつもりでしょうか。孫選手の猛攻撃、天心孫選手の反撃を許しません。終わらせちゃうぞ。スピードの差があってそれをものともしないと。だが俺の目は常にお前を捉えている。私はせんぞ。これはどうだ。とんでもない試合です。まさに運気をする暇もあるし。やっぱり選手だぞ。今だ。いや運気を許しません。ありゃ、さすがだ。これだけ動き回ってもまだ息が上がっていない。おめでとう。手当たりのこの試合はあっさりと決まることはないよ。やっぱやめな。それでいい。お前との勝負はそうでなくては面白くない。恐ろしい二人です。どうしたら、どこまで強くなるのでしょうか。行くぞ。どちらか俺を手にするのでしょうか。孫兵、お前は全くすごいやつだ。あの3年前の時点でその強さはまさに完璧だった。そいつをさらに上回るとは恐れ入ったぜ。おめえだってやっぱすげえや。相当修行したんだな。もちろんだ。負けたくはないからな。これはまたとんでもない試合。まさに息をする暇もありません。おお、天心班、ちょっとたまな。俺ちょっと服脱ぐからな。服？ああ、好きにしろ。暑いからな。ああ、ちょっとここで息をつくようです。孫選手、道着を脱ぎ始めました。無理もありません。この暑さであれほど動き回れば。よっ。なあ。孫、このシャツちょっと見せてもらっていいか。ん？おう。な、何？孫、お前今までこんなのを着て戦っていたのか。あ、
神様がな。これも修行だって。リストバンドも、まさか靴もそうなのか。うん、亀仙人のじっちゃんの修行の時もさ、亀の甲羅背負ってたんだけど、同じようなもんだな。何のんびりしてんだよ。俺が片付けてやら。ああ、悪いな、クリリン。気つけろよ、おめえからな。なんだよ、こりゃ。お前、これって普通の重さじゃねえぞ。だろ、片っぽだけで20キロだもんな。足がだるくなっちゃってさ。よしっと。全部で100キロ以上はある。なんと驚きました。孫選手、これまでは重い服を着て戦っていたようです。それであの動きをしていたわけですから。いやいや、言葉が出ません。軽くなった、軽くなった。お待たせ。なるほど、これでさらに速くなるわけか。いいだろう、お前がその気なら俺もとっておきの必殺技を披露するまで。とっておき？一体どんなんだ？お前がいくら身軽になったとて、12の目から逃れられるかな。12の目？指針の剣。なんと天津飯選手が4人になったように見えます。どうなってんだ、残像剣じゃねえ、みんな本物だ。その通りだ。まさかまさかの4対1。これは孫選手どのように対処するのでしょうか。やっぱおめえはすんげえよ。目の天下一武道会からずっとずっと強くなってる。ほら、ワクワクが止まんねえぞ。悪いな、そう。今回も俺が勝たせてもらうぞ。そうはいかねえぞ。確かにおめえの技にはびっくりしたけどさ、勝つんはオラだ。では決着をつけるとしよう。お前か俺か、どちらが上かはっきりさせるぞ。この指針の剣を破れる者はいない。そん、悪いか、あっという間に決めさせてもらう。そんなさ、スピードが。あの余裕の神、オラスピードで勝負だ。余裕の天津飯選手、そん選手はスピードで勝負。まだ完走しないぞ。前回決勝の目から逃れる術はない。どちらも反応が強い。いつまでも見ていたいですが、これは勝負であります。引き分けはありません。果たして、攻撃が当たりません。
完全に握られています。なんとなんと、孫選手、数的不利をものともせず、互角、いや、それ以上に天津飯選手と戦っております。うわ、やっぱおめえとの試合は面白いや。でも、そろそろ勝負決めねえとな。天津飯、次で勝たせてもらうぞ。勝たせてもらう、バカなことを。へへ、その技の弱点もう分かってんもんね。弱点だと。4人になったの失敗だったな。しまった。なんと。へへ、勝った。おめえらしくねえ疾病だったな。4人になったのはすげえ作戦だったけどさ、1人の力4人に分けたから攻撃も守りもスピードも全部4分の1の力になっちゃったもんな。まさかこうもあっさりと見破られるとはな。乾杯だ。武空術を使う暇もなかったぜ。あ、どうも。場外です。天津飯選手、まさかの場外負け。孫悟空選手、決勝戦への進出が決定いたしました。悟空のやつ、あれほど動いたにもかかわらず息が乱れておらん。今の悟空の一番恐ろしいところはパワーでもスピードでもない、とんでもないほどのタフさを身につけたことじゃ。やっただな、悟空さん。すごかっただよ。おらぶったまげちまった。とんでもない武道家になっちまったんだな。へへ、見直しただろう。惜しかったな。いや、惜しくないさ。はっきり言ってあいつの強さは桁違いだ。まさかここまで腕を上げているとはな。さてと、いよいよか。父、ちょっとおめえ表に行っててくれっか。え、ああ。神様に話